仕事と介護の両立、あなたは何年ぐらいやることになると思いますか？親ケア .com。 介護アドバイザーの横井浩二です。親ケア .com 公式チャンネル、日本一わかりやすい介護講座、始まりました。今回のテーマはこちら、データから考える仕事と介護の両立期間はいつからいつまで何年くらいです。介護をしながら仕事もしながら、その2つを両立していくっていうのは結構多くの人が経験することなんですね。実際にその両立期間がいつぐらいになるのか、アンケート調査の方をもとにお話を進めていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。その両立期間に向けてどんな備えをしておけばよいかについても私なりに詳しくお話をしております。最後まで見てよかったと思った方は高評価ボタン、グッドボタンの方もお願いします。この親ケア .com 公式チャンネルでは他にも介護の役に立つ動画をどんどん出しています。ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは早速今回の講座をスタートしていきましょう。どうぞ。仕事と介護の両立期間どれぐらいかかるんだろう。介護も大変だけど仕事もやっぱり大事だよね。両方やるのは何年ぐらいになるのか。このあたりで心配される方は結構多いんですよね。意外なほど長期化しちゃうというケースも珍しくはありません。アクサ生命が行った調査、アンケートの方で分かりやすい結果が出ております。2019年夏に行われた調査なんですが、対象となるもの、子世代、40代、50代で親が健在である、そして親の介護をまだしたことがないよという250人、この方々に聞いたものですね。このアクサ生命の調査に関しては、他にも役に立つデータがいろいろあります。過去の動画でも紹介してますが、これからまた別のデータなども紹介したいと思います。自分の親は何歳ぐらいから介護が必要になると思いますか？まだ介護経験してない40代、50代に聞いてみたデータがこちらとなります。70歳以下 0.8%、71歳から75歳 6.8%、76から80歳 34.0%、81歳から85歳 24.0%、86から90歳 30.8%、91歳以上で 3.6%、平均年齢でいくと84歳、親は80になると介護が必要になるんじゃないかと考えているわけですね。さすがにこれちょっと想定が甘すぎるのかなって私は思います。一つの目安なんですけども、厚生労働省のデータで考えてみると、男性女性の平均寿命、最新の情報でいくと 81.64 歳と 87.74 歳で、そしてもう一つ健康寿命、この最新情報が 72.68 歳と 75.38 歳ということになっています。引き算すると、男性の平均介護期間は 8.96 年、女性が 12.36 年と考えることができます。この健康寿命というのは、本人が健康であると自認している年齢、70代半ばじゃないですか。それ以降は見守り、支援、介護が必要になることが多いんですね。70歳の人があと何年生きるのかっていう余る命、余命というものから割り出して、70歳の人の平均寿命を考えてみると、男性が 86.18 歳、女性が 90.49 歳となります。先ほどの健康寿命との引き算で考えていくと、男女大体まあ14、5年ぐらいの介護期間と考えることもできる。もちろんこれはあくまで平均です。今日倒れて明日亡くなるという方は介護期間0日とか1日じゃないですか。でも40代ぐらいから介護が必要になってしまう人もいるんですね。その方が体が健康である、頭だけ認知症になっちゃいましたって場合、ずっと長生きされるわけですよ。結果として介護期間30年、40年という途方もない長さになるケースすらあったりします。次の調査ですね。自分は何歳まで働きたいと思いますか？40代、50代、まだ介護を経験してない方。何歳まで働きたいかというと、60歳までにもうリタイアしたいという方が 36.8%。61歳から65歳 23.4%。66歳から70歳が 22.1%。71歳から75歳が 4.9%。
76から80歳 7.4%、 80歳以上が 5.3% となります。平均年齢でいくと67歳、67までは働きたいなと考えている人が多いわけですね。これは今ご覧いただいている方々の実感としても結構、あ、そんなもんかと、あ、そうだねって思えるんじゃないでしょうかね。60歳を超えても働きたい人が全体の 63% ということになります。仕事と介護の両立期間はいつからいつまで？仕事と介護の両立期間、そもそもこんなイメージなんですね。子供世代、今50歳だとします。10年後60歳、20年後70歳となるわけです。70歳まで働いたとします。さっき67歳が平均と書いてましたけど、分かりやすくするために仮に70歳と置いてみます。次に親世代ですね。現在70歳とします。10年後80歳、20年後90歳、人生が仮に100歳まで生きると考えた場合、30年後100歳となるわけです。で、仮に80歳から介護が必要になったと考えます。そこからあと生きてる限りずっと介護が続くわけなんですが、この赤線で引っ張ったところ、子供が60歳から70歳の間というのが仕事と介護を両立する期間、10年間ということになる。で、10年間のイメージ大体これぐらいなんですね。これが早めに始まったらもっと長くなる、逆に遅めに介護始まったらもうちょっと短くなるんじゃないかということが分かります。当然親が何歳まで生きるかにもよるわけです。ちなみに介護経験者への別調査、これはアクサ生命ではなくてオールアバウトで私が協力して取ったアンケートがあるんですね。こちら54歳までの介護が始まったって人が7割以上もいるんですよ。44歳までが 34.6%、 45歳が54歳で介護始まった人が 35.9%、 55歳以上から介護直面したって人は 29.5% しかいない。だから先ほどのイメージ図でいくと、もっと介護期間は早めに始まる可能性が高いんじゃないかということができるわけですね。では次に、仕事と介護の両立期間どれぐらいになると思いますか？こちらもアクサ生命の調査で、40代から50代、まだ介護経験してない人に聞いてみたデータとなります。仕事と介護の期間が重なる可能性、お父さんについて仕事と介護両立が必要になると思いますかって聞いてみると、重なると思うという人 93.9%、 お父さんの介護は仕事しながらやらないとしょうがないよねってみんな思ってるわけですね。これはおそらくだけど、父親の方が母親よりも年上である家庭が多い、これが一つの原因になってるんじゃないかなって推察してます。一方お母さんについて、仕事と介護の期間が重なる可能性がどれぐらいあるのか、重なると思う人が 83.1%、 重なると思わない人がまあ 17%、 父親と比べると10ポイント以上の差がそこにあるわけですね。じゃあ仕事と介護の両立期間何年ぐらいかかると思いますか？こんなデータになりました。1年から5年という人が 19.4%、 6年から10年が 25.2%、 11年から15年 18.0%、 16年から20年 18.7%、 21年以上が 18.8%。 これ介護の期間じゃないんです。両立する期間でこれぐらいあると思いますってことなんですね。めちゃめちゃ長いじゃないですか。子供のリタイア後にも介護は続く可能性が高いわけ。そう考えるととんでもない長い期間の介護リスクを皆さん考えておられる。平均すると14年、ということが言えますね。だからこの14年両立する期間がある、さらにその後延長として子どものリタイア後も介護が続くという考えで受け止めているわけですね。じゃあお母さんの両立期間はどれぐらいになると思いますか？こちらです。1年から5年が 29.8%、 6年から10年が 22.5%、 11年から15年が 21.5%、 16年から20年が 8.4%、 21年以上が 17.8%。 お母さんについては介護期間もうちょっと短いんじゃないかなと考えている人が多いようですね。ただこれもあくまで両立の期間です。一般的に女性の方が男性より長生きする方が多いので、リタイア後の介護って考えるとまだまだ続くんじゃない。とりあえず両立期間についての平均年数は12年ということになりました。ここで私の意見、今回のデータをどう受け止めるのかという話をしたいんですけれども、
まあ、確率的に言えばです。オールアバートの調査をもとに言うと、介護は54歳までに直面する可能性が高い。そう考えて備えておいた方が安全じゃないか。次に、介護期間は10年以上、両立期間もそれなりに長くなることを前提に備えておいた方が無難じゃないか。もちろんもっと短くなる可能性もあるんだけども、短いつもりで準備しておいて、いざ介護期間長くなりましたって言うと余力がないわけですよね。ある程度余力を持つためにも、そこそこ長くなっても戦えるという体制を整えておく方が良いと私は考えています。夫婦それぞれの両親健在だとします。親の介護リスクは4人分あるわけですね。ある程度時期がずれて介護が発生していく。お父さんお母さん義理のお父さんお母さん4人揃って今日から介護スタートってめったにないわけですよ。ある程度何年とかってスパンでずれながら介護が発生していく。介護期間が長い人短い人いろいろいると思うんですけども、トータルして考えてみると介護期間が10年から20年なんてことは全然珍しくも何ともないんですね。だから介護は特別なイベントじゃないんです。学習とか子育てとか勤労とかと同じ何十年もかかる可能性が高いライフステージだと考えて備える必要があるんじゃないかと。そのためには一日でも早く親子のコミュニケーションを豊かにして、介護というややこしい話をする前に普段から雑談ができるような関係性を築いていただきたいなと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。仕事と介護の両立、思ったより長い期間かかる可能性があるんだなと感じていただいた方多いんではないでしょうか。早め早めの備えはとても大事です。ぜひ早めに親との会話を増やすように努力していただければ幸いです。この親キワ .com 公式チャンネルでは皆様からのご要望、ご質問などにもできる限り答えていこうと思っております。できましたら、こちらコメント欄の方にですね、いろいろとご感想、ご意見などを書いていただければ幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。この動画が参考になったら、いいねやチャンネル登録をお願いします。また、公式サイトには無料で役に立つ介護情報が満載。親ケアで検索してください。